インサイドハーフを抑えてたと思ったらな、このジェズスを抑えらんないから、このゼロトップで降りてくるところにアーセナシティのインサイドハーフ2枚対アーセナのダブルボランチ2枚になるはずが、そこにゼロトップ降りてくけどセンターバックはついていけないから数的不利になるという状況が続いてますね。これ前から言ってたジェズスが 2-3-1-4 の1のところジェズスめっちゃ合うっていう中盤とトップを行き来する役割で顔出してワンタッチで叩くっていう、ジェズス真ん中に使うメリットめちゃくちゃ出てますね、これね。これをセンターバック1枚出して、センターバック1枚で真ん中守るなんて怖すぎるんで、逆サイドのサイドバック絞らせるか、このまんま、もうそこ持たせるのはしょうがないからスペース空けないか。ボールを持てる側だったらそんなに気にならないですけど、持たれる側だと、トーマスが2トップの間に顔を出してって、ほどとしたアンカー使うか、皆さん戻して、ハマった時にラムズエル戻す。ビルドアップの仕方がめちゃくちゃ似てますね。こっちも2トップと1、2センターバックと1アンカーでやって。いや、この間が早いし、首振り多いのいいよね。これマジでな、リリーグのセンターバックこういう選手増えてほしいけどな。オーブライ！マジでこのくらいね、こんな身体能力お化けがさ、クロス入ってくるときにこんだけちゃんと自分のマーカー何回も見るんだもんね。めちゃめちゃ点使ってちゃんとポジションの取り合いしてるじゃないですか。なんか鏡合わせみたいになってますね。守備の時 4-4-1-1 ベースで同サイド圧縮して、攻撃の時 4-1-2-3 に加変して、キーパー使ってね、ビルドアップして。めちゃくちゃいいっすね。後ろね、自分が一人じゃ見れないとこちゃんとコーチングして、それでベンホワイトできて。いや、ジャカいいな。ジャカちゃんと組織がしっかりしてるといいんだな。マルティネリがもうちょっと中も使えるようになったら面白いですね。ベンゼマとかアザールやるみたいに中に一回当てた後、内側にワンツーして、そうすると利き足でシュートまた打てるじゃないですか。今のところも自分で行ってカットインとか縦行ってシュートばっかりだけど、中セット使ってね、ワンツーの走り直しのコース考えれる選手になると、またレベル上がるでしょうね。そうで、今ボランチがね、サイドバック裏ケアした時に、もう一方のボランチがずれて、センターバイタルのあたり開けるんじゃなくて、ちゃんとね、マルティネンディが戻ってきて、ボランチの2枚の間に入ってんすよ。これがめちゃくちゃでかいの。これをね、ペペとかだとできないんですよね。これ別にペペ落としたわけじゃなくて、このマルティネンディがいかにこの大事かっていう話で。だから3センターだとあそこの守備ってしやすいんですけど、残りのサイドバック裏をカバーしてない中盤の選手が行けばいいから、このダブルボランチだと片方のボランチがずれて、結果反対側に振られた時終わるっていう。それがね、トーマスが絞りすぎなくて良くなってるのは、マルティネンディの献身性のおかげですね。いいですね。メンタリティ的にもね、うまくいってるけど、これトーマス多分戦術的な修正のところの話してますからね。強いチームのメンタリティですね、アセナル。すごいいいと思う。後半ね、ダシティの修正ね。それこそね、2-3-1-4 にしっかり対応できてるかっていうと、ジェスト降りてったってことが対応できない形はずっと続いてるから、キーパーを上げてまでは別にそんなやる必要はないと思ってるんですね。いやー、おもろかったなぁ。いいの見せてもらいましたね。いや、ほんとアーセナルの前半めちゃくちゃ良かったし、あの得点シーンもそうだし、サカとかトミヤスとかトーマスには特にうならされたしね。アーセナル選手のこの戦い方もね、手が届く勝利もしくは勝ち点1だっただけにね。ね、質問するのは簡単だけど、アーセナル選手たち讃えるべき勝ち点0じゃないですか。求めたらマルティネーリの判断もそうだし、アグレンスの軽率さもそうだし、ジャカのところもそうなんだけど、それでもね、めちゃくちゃいい試合やってくれたよ、マジで。本当に悪い時のさ、もう本当はエミリとかリングベリーがやってた頃、なんかした、そこから見てるからさ、それからさ、よくこういうチームで戦って最後までさ、なんなら一人少ないのに勝てるかもっていう風にね、いうシーンもあったし、いやー、なんか正月実家帰ってたけど、頑張ってよかったっすわ。頑張ってとか、連れてきてもらって。いや、マジでいいの見れたね。2-1になってからも気持ち切れてなかった、さっきわかる。いや、ほんとそうよ。一人一人言ったらそうだけど、いや、でもそれでもこの試合見せてもらったら応援したいよね、今後ね。だし、シティはやっぱ、勝つチームってこういうとこだったりするよね。みんなのファールがなかったり、流れの中で点取れない時のずるさ。いや、ベルナルドシルバはずるいけど、あのずるさが勝つってことだからさ。素晴らしい、ほんと素晴らしかった。またこういう試合みんなで見たいっすね。だからまあ、それは当然負けたのサポーターの人悔しいだけど、でもそれでも、意味ある負けだし、負けたところを遡っていくと、アーセナルが今後勝たなきゃいけない、勝つために必要なものが見えてくる、という試合だったと思います。